マルサンホビー動画チャンネルです。9月22日入荷の新製品、再入荷品のご案内をさせていただきます。まず、こちらの、新製品になります。バンダイの、フィギュアーツゼロシリーズ、エクストラバトルスペシャルの、モンキー・ディ・ルフィ、レッドロックになります。こちらは、テレビアニメワンピース1015話の麦わらのルフィ海賊王になるのワンシーンを、再現したものになっております。こちらのフィギュアスゼロは物物理の、技術と熟練の職人による、造形技術により誕生したこれまで以上のクオリティでお届けする魂を込めた最高峰の、スタチューフィギュアシリーズになります。非常に大きな、エフェクトの台座がついておりまして、そこからその上から、ルフィが、こうレッドロックという技をゴムゴムのレッドロックという技を繰り出しているシーンになっています。一応こちら、このところに、ありますけれども、高さがだいたい45センチ、幅が約46センチ、奥行きが約30センチになる、モデルになっております。そして中に入っています、フィギュアの方が、こちらになります。このような、非常に大きな、モデルになっておりまして、この台座になっているエフェクトパーツは非常に、こう細部まで、細かく作り込まれた、造形物になっております。この下のこう炎のところは部分部分で薄かったり、濃かったり、さらに、それの中間くらいの色やさらにもっと濃い色を、再現しております。で、このパンチの部分のところにも、こう衝撃波やそこから繰り出したこうエネルギーの状態を表現した、エフェクトパーツが、ついております。で、こちらの方どんどんこう後ろの方も見えないところまで細かく作り込まれている、フィギュアになっておりますので、ぜひお客様のコレクションの一つとして加えてみてください。次からはプラモデルのご紹介になります。こちらが、9月23日、新発売になります、フィギュアライズスタンダードシリーズ仮面ライダー、ドライブの、方になります。で、こちらの方は、各部稼働する、アクションができる、プラモデルキットになっております。で、こちらにあるのがメーカーで組み立て塗装した、ところになりますけれども、このようにいろいろ細かくパーツも作り込まれておりまして、こうちょっと腰を下げるなど大胆なポーズも取り、このライダーキックの状態の、ポーズも取れるようになっております。で、手首パーツもいろいろついておりまして、剣を使ったり、銃を使ったりするように、できるようになっております。さらに、プラパーツの方は細かく色分けがされておりますので、そのまま組み立てただけでもこの、仮面ライダードライブの、こうカラーリングを再現できるようになっております。で、さらにこの仮面ライダードライブに合わせて、今までこう売り切れてましたライダーシリーズのプラモデルのは大量入荷しております。まずこちらは仮面ライダー響きになります。こちらのモデルもこの横にある写真はメーカー塗装組み立てになっておりまして、いろいろこう稼働して細かなこうパーツなんかもたくさんついております。さらにはこの、太鼓のエフェクトパーツとかもついておりますので、この響きの、必殺技シーンなども再現することができます。で、こちらが同じく、仮面ライダージオウになります。こちらのモデルの、特徴では顔にこのライダーという風な、文字がこうちょうど仮面のところに、あるのが特徴になります。さらにこちらの、横の写真はメーカーで組み立て塗装したものになります。こちらの方も可動フィギュアになっておりますので、作った後もいろいろなアクションポーズや必殺技で楽しむことができます。で、こちらの方が、仮面ライダー、ビルドになります。こちらはタンクラビットタイプの方になっておりまして、赤と青の、カラーリングに分かれているようになっています。で、こちらもメーカーの、塗装組み立てした、見本の写真になっております。武器もいろいろついておりまして、こちらの方もこう必殺技ポーズとか、取ってこう飾れるようになっております。で、こちらが、仮面ライダー、ブレイドになります。こちらも、横のところの写真が、メーカー組み立て塗装したものになっております。で、こちらの方もこう作った後、関節が稼働し、いろいろなアクションポーズで楽しめるようになっております。必殺技やいろいろなこの武器の方も、セットされておりますので、シーンに合わせた遊び方ができます。こちらの方が、
仮面ライダースカルになります。こちらは仮面ライダーダブルに登場する、キャラクターになりまして、こちらの方は、横の写真がメーカー塗装したものになっております。こちらの被ってる帽子は外せることができまして、ここの、ツバの部分が欠けたバージョンも入っています。さらにはアコヤタアザッシュケースなどの細かい、アイテムもセットにさっておりまして、さらに組み立てた後もこのような、大胆なポーズで必殺技を繰り出すことができます。こちらの方が、仮面ライダー、ウィザードのフレームスタイルになります。こちらのモデル、横の写真がメーカーで組み立てしたものになっておりまして、こちらの、腰から伸びる、裾の部分のパーツは、この、まっすぐ立った状態とこうアクションした時の、こう開いたこうちょっとラビいてる状態のものと2種類セットされております。さらにはこう武装の方も豊富に揃えておりまして、こう必殺技を繰り出して状態での飾る台とかもついております。でこちらが、今年映画で、登場しました、新仮面ライダーになります。こちらのモデルは、まず横の写真がメーカー塗装組み立てしたモデルになっております。組み立てした後も、各部関節が動き、さまざまなアクションポーズが取れるようになっております。でマフラーも、こう垂れている状態とこうなびいている状態と、2つついておりまして、首なんかは結構大きく上下するようになっております。そしてマスクの後ろからこう髪の毛がこう出ているのも特徴の一つになっております。でこちらが、仮面ライダー龍騎になります。こちらのモデル横の写真が、メーカー塗装を組み立てしたものになっております。こちらの方も、こう作った後はいろいろなアクションが楽しめまして、で武器の豊富なに入っております。さらにはこのドラグレッダーが、ついておりまして、これが、全長でだいたい60ドラグレッダーが、63センチの長さに、なるちょかなり長いものになっておりまして、さらにこの、ドラグレッダーを使って必殺技のワンシーンを再現することもできます。こちらの方は、仮面ライダーカブトになります。こちら横の写真がメーカー組み立てしたものになります。こちらのモデルは、このノーマルのタイプとこの、装甲を取り付けたバージョンと2種類ありまして、さらにキックの時のエフェクトパーツもついております。で作った後はこのようにいろいろアクションポーズが取れ、飾れる台もついております。でこちらの方が仮面ライダーアギトグランドフォームになります。でこちらの横の写真がメーカー塗装を組み立てしたものになっております。こちらの方も組み立てた後は細かなアクションが取れまして、こちらの、エフェクトパーツなどがついておりまして、必殺技の、こう再現などもできます。でこういったものを、飾る台も、セットされております。こちらが、仮面ライダークーガのマイティフォームになります。でこちらが横が写真の方がメーカー組み立てしたものになっております。組み立てした後もこういろいろアクションポーズが楽しめます。このようにちょっと回転するような時の、大胆なアクションも取れるようになっております。で手首のパーツもたくさん、ついております。でこういった必殺技を繰り出している時に飾れるスタンドもついております。でこちらが、仮面ライダー、電王のソードフォームとプラットフォームになります。こちらの方は、まずこの電王になる前のこの真っ黒い状態のプラットフォームも再現できるようになっております。で、こちらの横のが、メーカー組み立てしたモデルになっておりまして、こういう組み立てた後もいろいろこうアクションが楽しめます。でこういったものを飾れる台もついておりまして、プラットフォームの方も、作った後はいろいろこう稼働をさせてアクションポーズが取れます。こちらの方が仮面ライダーエグゼイドのレベル2になります。こちらのモデルは非常にカラフルなカラーリングをした、仮面ライダーになっておりまして、この、横の写真にあるようにこのピンクや蛍光ピンク、あとグリーンやイエローなどのすごいこうはっきりした色が特徴になっております。でまたこちらの方もアクションポーズが取れるようになっておりまして、さまざまな武装もついております。で飾れる専用の台もセットされております。こちらの方が、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーになります。こちらの仮面ライダーは左右のボディの色が違うのが、特徴になっておりまして、でこちらの横の写真がメーカー塗装を組み立てしたものになっております。で最大の特徴としてはこのダブルライダーキックができるパーツが入っておりまして、こう右と左がこうずれてこうパーツとして展示できるようになっております。
そしてあと、こういあの展示スペ台も入ってますので、仮面ライダーのライダーキックしてる時の状態も、再現できます。あと、他の、仮面ライダーダブルの、パーツを使って、このようにいろいろ左右の色の違うのを組み合わせて遊ぶこともできます。こちらは仮面ライダーディケイドになります。こちらのモデルの方は、まずこの横にある写真がメーカーで塗装を組み立てしたものになっております。そしてアクションポーズを取った後の専用の台もついております。さらにはこの、仮面ライダーディケイドの中に入っていることディケイドドライバーを他のライダーに使うことも可能になっておりますので、このディケイドドライバーで変身した状態の別売りの仮面ライダーが、こう使えるような風になってますので、楽しみがするとまたこれ増えるプラモデルキットになってます。でこちらの方は、仮面ライダーファイズになります。でこの、横の写真がメーカー塗装組み立てしたものになっております。こちらも稼働してするアクション、フィギュアになっておりまして、専用の台もついておりますから、このようなライダーキックのような状態の、でエフェクトパーツをつけて、飾ることもでき、さらに武装パーツも剣や銃がついております。でこちらが、仮面ライダーポーゼの、ベースステイツになります。こちらのモデルの最大の特徴としては、こういった物装の方をいろいろこう、乾燥して使う仮面ライダーになっておりまして、でこちらの方にはこの手と足に付けられるパーツの方がセットされております。で各部関節動きますので、作った後もアクションポーズで楽しめまして、飾る専用台もついております。でこちらの方は、仮面ライダーブラックになります。未だに、大変人気があります仮面ライダーブラックになります。でこちらの方は、メーカー塗装で組み立てしたモデルになっておりまして、組み立てた後も、アクションポーズで楽しむことができます。でこういった必殺技を繰り出した時に飾れる台とかも入っておりまして、手首パーツも豊富にあります。いろいろなシーンを再現できます。こちらの方は仮面ライダーオーズの、タトバコンボになります。こちらは剣のところにこうメダルをセットして変身する、仮面ライダーになっておりまして、こちらの方がメーカーで塗装を組み立てしたモデルになっております。こういう黄色と赤と緑の、カラーリングが入る、プラモデルになっておりまして、この必殺技の時に使える専用の飾り台もついております。でメダルの方は取り外しできるようになっておりまして、さらに、こちらのエフェクトパーツなども、豊富に、セットされております。でこちらが、13ミニッツミッションズの、シリーズになります。プロベデル、タイプレックス01になります。今までになかった超大型の、エグザマスクになっておりまして、こちらの、最大の特徴としては、こういった別の機体をこう乗せて、こうセットできるというところになっております。一応こうノーマルのモードがありまして、変形しまして、こういったこうロボットのところが、ロボットがここにこう、またいで操縦するような状態が再現できて、さらにはレックスモードっていう、こう、恐竜のような体型で、こう、相手を攻撃するような、状態も再現できるようになっております。でこちらが、13ミニッツミッションズの、オプションパーツセット、マルチバックパックになります。この背中のバックパックには、こちらの方についている装備品なども入れることができ、さらには、これ自体を、まあ、普通にバックパックとして、専用、こう、使う、改造も可能になっております。いろいろこう、ついてる部品で遊ぶことができ、ちょっとこう、アタッシュケースみたいなパーツもついてますし、この後ろのバックパック自体を縦の状態にして使ったり、また中の板をちょっとこう改造したりとかすることもできます。で、次に、ご紹介しますのが、13ミニッツシスターズのオプションボディパーツタイプ A03 のカラー C になります。こちらはまあ代表的なルルチェのタイプの褐色肌のモデルになっている、パーツになります。一応、まあ、モデルとして今、こういったシアナ・アルマシアとかがありますので、こういった褐色系ボディの、キャラクターに、使える部品になっております。で、さらに同じく、こちらの方ですね。こちらが、13ミニッツシスターズのオプションパーツセットの、6のチェイサーコスチュームカラー A になります。こちらの方はカラー A タイプの方のものになりますので、まあリシェッタとか、あとは、ごめんなさい、名前が出ます。そういった方に、使えるものになっておりまして、ちょうどこの色のはっきりしてるところのパーツが中に入ってます。髪の毛とこのマスクの状態。で、この胴体と、肩とも半分という部品が入っています。
いろいろ組み合わせることによって遊べますので、ね、ネバリアとかがカラー A としてはありますから、そちらの方のパーツとして使うことも可能になります。でこちらが30ミニッツシスターズのオプションパーツセット8のスカウトコスチュームカラー C になります。こちらの方は、先日出ましたレバリアナとかの、パーツとして使えるものになっておりまして、こうちょっと今までになかったこのヘッドギアとかがついているモデルになっております。こちらの方も、ちょっと色の濃い部分のパーツが入っておりますので、この髪の毛とヘッドギアで胴体の部分で肩と腿の部分が、ついております。組み合わせによっていろいろ使えますけれども、まあ、これも代表的なものとしてはこういった褐色系ボディの、キャラクターに使えるようになっております。で次に、ご紹介しますのが、ポケットモンスターシリーズになります、ポケムラコレクションのアルセウスになります。こちらのモデルは、接着剤不要、工具不要で組み立てられる、非常に簡単に作れる、プラモデルキットになっております。ランナーからはもうパーツを手で取れるようになっております。で組み立てた写真が、こちらの見本になりますけれども、作った後も足を動かしたり首を動かしたり、することができ、ちょっとこういう専用の台もついてますので、ちょっとこうアクションポーズを取った状態でも飾れるようになっております。部品的にはこういった少ない風になってまして、こういう部品はこう慎重に手でこう動かしてもらえればすぐポンと取れるような部品構成になっています。こちらも、ポケットモンスターシリーズになります。こちらが、リザードンと、海竜のセットになっています。こちらのモデルも、簡単にこう手で取れるプラパーツがと、あと接着剤不要で組み立てられるのが特徴になっております。でこちら、横にある写真がメーカー組み立てした見本写真になりますけれども、作った後もこういろいろな羽が動いたり口のところが開いたり、するいろいろこうアクションが取れる、プラモデルキットになっています。こちらも、ポケモンのプラモデルシリーズになります。こちらの方はレッグーザになります。こちらのモデルも接着剤不要、工具不要で組み立てられるモデルになっております。でこちらの方は、体の節々が、こう別部品になっておりますので、こうくね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 いろいろ動かせることができます。でこういったちょっと形の、ポケモンなので、下のところにはちょっとこの雲をイメージした、台座がついてます。それによって飾っておけます。さらには口や、手なども動かましますので、作った後も様々なポージングをして遊ぶことができます。以上が本日入荷した、商品になりますので、お客様の方のご来店お待ちしております。このように入荷した商品もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。